るか。おじいさんが、待てよ、待て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 、なんだなんだ、待て待て、記者が来たぞ。トロールってなんだ。おお、なぜ、あ、強い、強くない、普通にこの武器でこんだけダメージが与えられないってなかなかなんだけど。ピクセル版エルデンソウルノストルガイア、今日もやっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ですね、先に言っときます、喉風邪をひいてしまって今めちゃくちゃ喉痛いんですよ。で、まあそんな状況で撮るんだって話なんですけど、でもね、ちょっとね、ストックがないんで撮ってきます、頑張って。前回ですね、マインクラフター、嘘でしょ、それ有名なゲームのやつじゃないのこれ。あ、特殊アビリティまだ覚えてないですね。ドットイとなっているツルハシ、レリックは記憶を見つけてもらいたがっている。彼女は旧来の道具を全て捨て去った。過去の時代を、の進歩を担った創造の道具が捨てられ、私もそのゴミの一つだった。マインクラフターだからツルハシだよね。これどっかで思い出せるのかな。でですね、前回ちょっとデーモンの涙誘いを使って、クソみたいなことになってしまって、今回はですね、ボスを倒して手に入れたこのレジェネリックっていうね、武器を使っていきたいと思います。めちゃくちゃ重たいんで、相変わらず重たい武器下手くそなんですけど、あとめちゃくちゃ喉が痛い、今。やばいです。もうね、同情誘うようなこと言ってるわけじゃなくて、今どういう感じかっていうと、喉にね、なんでしょう、爆弾が詰まってんのかっていうぐらいの感じですね。はい。いつ爆発してもおかしくないぐらいの。マインクラフトはどっかで多分思い出すんだろうな。こっちで合ってんのかな、多分ボス倒したらね、この先に来てるんだけど、あら、何をしてる、この威力が高い、めちゃくちゃ強い、レジェネリック強いですね。なんかあれみたいだけどね、穴を思い出す、なんかここで思い出せるってことなのかな。もうね、あれですよ、なんでしょう、なんかジェネリックみたいな、なんか薬みたいな名前ですよね。ちょっとあんまよく分かってないですけど、ないね、思い出せそうなものはない。これか、違うな、思い出せそうな、あ、足かせ、違う、高速、これかな、手かし、足かせ。今日ね、あのね、遠くに関しても、オープンねー、クソか、待てよ、お前。バカか、お前。重ねてくんじゃねえ、攻撃を。これ、元に戻ってるとかないよね、説。あれ、でもなんか、こう、来たことある、気のせいかな。なんか、来たことある臭い感ない、気のせい、これ。あ、でもアイテムがあるな、あの先にな。ってことはやっぱ来たことないんだな。はい。で、めっちゃ威力高くないこれ。これやばいんだけど、普通に。だってカピバラがさ、2発でさ、一発、もう頑張ればあと一発だよね。ちょ、頑張ればあと一発って言い方おかしいけど。頑張ればあと一撃で倒せそうだよね。ちょっと声がね、いつかね、そのうち出なくなるんじゃないかなっていうぐらいね、詰まってるんですよ。喉の、張り付きそうな感じ。わかる？喉が張り付きそうな感じ。何？なんだ今。死んだ後もロックしてたな。死んだ後もその魂を狙い続けていたな。そういう男になってしまったのか、俺は。死した者さえも魂を刈り取る。そう、死神のような、このハゲ頭を、レジェネリックで、しばき倒していく。こういうね、ことなんですよ。バランスの、位置は、何だよ。なんか取ったよ、これ。一応見とく。なんか取ったな。バランスの位置はこれだ。武器のアップグレードに使用するんだって。バランスの位置、ちょ、危ない。今、下噛みそうだった、普通に。喉関係ねえわ。舌噛みそうだったわよ。たまにあるんですよ、僕。なんかあの、実況中に舌を噛みそうになるっていう。多分俺ぐらいだよね。危ねえ！危ねえ！よく今俺、歩きだけでかわしたな、今。俺、歩きスローってやつですね。今の歩きスルーですね。ごめんなさい。スローだとゆっくりなっちゃいますね。さあ、今日も相変わらずな感じで始めております。さあ、アイテムがあるから、ね、絶対こっち来てないですね。お、入り乱れてますね。若干、ハゲ率が高くなったか？これは、落下しゾーン。いや、ゾーンでもないのか。まあ、片っ端から倒していくか。あぶれ、こいつはね、後ろをね、後ろに気づいてないと思いきや、後ろ気づいて、なんか、多いな、攻撃がな。2発でいいんだよな。ワン、アツー、これは3が必要だから、3が出ない。逆に3が出ない。ただ、食らったカピバラの右フック。さあ、ここで、一発で仕留めていく。こういうことですね。うん。狙い通りっす。ちょっと苦戦もしないとね、やっぱね、面白くないもんね。ん？来てる？あ、カピバラ来てますね。1カピ！俺絶対、あそこのね、メッセージ横で見えてたけど、あれ行かないからね、多分絶対落ちるからね。悪いけど。皆さん悪いですけど、あんなね、わ、危ねえな、ハゲ！
ローリングが今ゴミみたいになっちゃってるんですよ、重くて。このレジェネリックが重くて。じゃ、なんでそんな振る？俺。おかしいよ、今日。そんな振らないからね、俺いつも。連続攻撃。バカか、お前は。じゃ、なんでそんな振る？危ないから、それ、本当に。本当危ないから、落ちるよ、そのうち。いや、声がやばいな、今日な。なんか、いや、俺にしかわからないかもしれない。うん、だったらいいんだが。声がやばいな。マジで普通。危ね！落ちんじゃないの！行け！お前行けよ！そこ見せ場だろ！なんで3回振る？振ってないんだけどな。もしかして2回目の攻撃が2回目の攻撃が2回攻撃になってんのかな、この武器。わかる？もう言ってる意味わかりますか？ 2 回目の攻撃が2回攻撃になってる。やばいやばいやばい。固まったな、今。お、また、やば、俺、今1回目だったな。おかしいな。やっぱ俺が的確に押してしまっているんだな。待て待て。これ上に行けるはずなんだが、どうやって行くんだ？まだ行かないのか？道があるのか？それとも、隠し通路かなんかがあるんでしょうか？これなんかあるもんね。なんかよくわかんないな。メッセージがね、なんかね、よくわかんないですよ。このゲームのメッセージ。エルデンリングも結構ひどいけど、エルデンリングよりも全然ひどいですね。速攻って何？何速攻って。速攻仕留めろってこと？どういうこと？あ、走れってこと？そういうことね。はい、速攻。あー、速攻ってそういうこと。じゃ、だってアイテム取ってねえよ、俺。普通に。あー、バカ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 ！あ、まずいな、これ、普通に。誰が投げてんの？お前か。うわ、まだ上にいるよ。待て。あ、危ない危ない。これさ、肩強いんですよ、こいつ。危ない危ない。肩来るよ、肩来るよ。危ない危ない危ない。待て待て。ドブ！戻ってくるのが大変だな。とりあえずこれ多分上まで、間違えた。一気に上がっちゃった方がいいな。うん。あれはちょっと後回しにしよう。下のアイテムは。とりあえず上まで上がる。行こう。多分バンバン投げてくるから、もう行けるとこまで行っちゃって、で、上から、まあ、しばき倒していくと。多分そういう感じがいいと思うね。これどんどん移動しちゃった方がいいよね。多分近づくとね、多分ね、ツルハシモードに切り替えて、近接戦闘を仕掛けてくるはずだから、まだいるな、上の方に。かなり上の方にいますね。うざったいことに。こいつら、まあ上から倒してった方が絶対楽ですね。こういうことですね。オッケーオッケー、もらったもらった。さあ来い。お前からだよ。おらあぶれ。やばい。後ろが来た、後ろが来た。やばいやばいやばい。おれ。あぶれ！ちょっと待って。おお、助けてくれよー、助けてくれよ、バボちゃん。やばい、めちゃくちゃスルーしてきた、全部ついてきちゃった。今までスルーした敵が全部ついてきた。やばいぞ、これはやばい。これはマジで結構窮地かもしれない。いや、だから全部しばき倒せばかなりのソウル数になるということですからね、メモリね。バボちゃん後回し。ちょ、ここで迎え撃たないと、バボちゃんのために。お前さ、2回攻撃やめてくんね、そこで。オッケー。待って、3回やるな、3回やるな。てか、ロック誰につけてんの？おら、おい！いや、重い、この武器マジで！持ち上げが、遅い！よしよしよし。来てるか？来てるな。カピバラが来てるな。いや、カピバラがしつこい感じで来てるな。いや、待て！待て待て！そっちじゃない！いや、もうこの武器俺多分相性悪いわ。この武器ダメだ。ちょ、バボちゃんちょっと待って。この武器ダメだ。相性悪すぎ。もう俺二度とこの武器持たないかも。相性がもう悪いことが分かった、今ので。もうはっきりと分かった。来いよ。はい。え？え？消えた？何？死んだ？なんだ今の。あれ？カピバラ帰った？あれ？消えたのはカピバラも全部。どういうこと？まあ武器の相性。え？え？なんだ？怖い怖い。なんかおかしくなっちゃったぞ。まあいいや。ちょっとバボちゃんに。ちょっと待って。先にアイテム取っとこう。なんか危なそうだな、これ。なんかおかしいよ。なんか消えたり出たりするやつがいる。これな、どこだ？オッケー。バランスの逸話。これ多分あれだな。強化素材ですね。ん？うわー、なんかカクカクしてる。やったね。すごいよ。本当にすごいよ。ノスタルガイアの心臓を開きつつあるよ。あとは残り3人に大英雄を倒すだけだ。うふふ。ノスタルガイアはずっと苦しんでるんだ。この世界の痛みを誰も取り除いてくれないから、僕以外はね。
僕は背負いすぎちゃってみんなの重荷を少しでも軽くしたいんだよ。やべよ、喉がすげえわこれ。喉に負担がすごい。でも言葉より行動だよね。君は英雄だ、分かってるだろ。あ、プレゼントかな。以前僕が協力した友達が残したもので、なんかもらった、ありがとう。装備だ。これを使って君がノスタルガイアのもうちょい超イケてる感じにしてくれたら協力した僕としても嬉しいな。自分を刺してダメだよ。ふふ、まあ、要するにピクセルから元に戻してくれってことだよね。うん、もう簡単ですね。これですね、レイピア。え、これくれたの。え、お、なんか、え、これレイピアなの。これ、これレイピアか。クナイじゃなくてデカクナイじゃない。まあいいや、まあ、せっかくくれたからな。バボちゃんのくれた武器。ん？これどこだ？これ進んだんか？ちょっと待って、バボちゃんどっち？これ大英雄をあと3人倒せばいいんだね。要するに大英雄が悪いってことだよね。下方を考えておけ。なんだ？ん？どこ？あれ、これどこだ？これ最初の町じゃんか？多分な。最初の街のかなり上の方に来たんじゃない？これね。前方にゲームデザインが悪い。全体的な話？トロールに気をつける。怖いこと言ってきたね。ちょ、そうじゃな。また邪魔を入れるか。おじいさんが。待てよ。待て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 。なんだなんだ？待て待て。記者が来たぞ。トロールってなんだ？どういうこと？ここ入れんのか？入れない。え、なにこれ？どういうこと？引かれたかったわ。だったら引かれたかったな、一回な。実況者としては。逆になんで引かれなかったんだろうって後から後悔するパターンだよ、これ。下方？屋根の上ってこと？いや、いけないな。多分高いだろう。これ進んでないか？ちょっと待ってくれ。なんか下に行くところもあったんだよな、さっきな。こっちはなんだ？この鉄格子を越えた先は。ここは、あ、これもしかしてあれか？最初に戻ってくるんじゃないか？鍛冶屋の音がするな。やっぱそうだ。あ、はいはいはい、ここね。オッケーオッケー、ここに戻ってくるんだ。おじさんのところにね。助かったね、これね。よし、じゃ、ちょっとなんか強化してみようかね。せっかくだし。レベルも上げられそうだしね。生命力上げよう。あ、ちょっと待って。これさ、ソースってこれなんだろうな。ソースが多分あれなのかな。戦技とかの強さなのかな。ちょっとこれ上げてみようか。試しに。5とかにして。で、体力だよね。こんな感じにしてみようか。変わんないのかな。ソースってなんだろうね。上げてみたけど、あ、やっぱ変わったね。FP が1上がったわ。やっぱそういうことだね。ソースが上がるんだね。突然の NPC。何を強化しようかな。まあ、とりあえず進んでみますか。でね、レジェリリックをね、強くしました。これをプラス1にした。レベル1。ちょ、このレイピアもなんか怪しいんだよね、これ。これなんか説明文がないんだよ、これ。この人たちなんか冒険に途中で使うみたいなアイテムなのかね。なんかこれをさ、なんだ？あ、列車の下りを今お、落ちを言ってきたの、おじさんが。ごめんね。ボケ潰しちゃってごめんね。うん、ごめん、ごめん。ごめんって言われるのが一番嫌だよ。なんだ、これはいけないぞ。もうこっち側から行くのか。明らかにアイテムがあったんだが。あ、こっちね。はいはいはい。無理に取りに行こうとしたってことね。なんだろ、これ。はい。伝統の切らし。これ強化素材ですね。なんか前回ね、やったね、ちょっとね、花伝リングっていうので、なんか強化しすぎてしまって、なんかまだらに。器用貧乏みたいになってね、攻略がきつかった。うわ、なんだこれ。お？なんか盗賊たちが。おお、戦ってる戦ってる。はい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 。騎士たちと戦う。これどっちが勝つんだ？強くね？そっちが倒れんの？普通に考えて。ちょ、待って、そんなことある？ちょ、リーチ。リーチよ。レイピア？レイピアしっかりして。ちょ、どっちも当たってないな、どういうこと？逆にこのレイピアに関してはちょっと聞きたいんだけど。前方に凶器。え、どういうこと？おー。あー、まあ強いけどね。うん。段差があったからかな。馬車の扉？何でしょうか、これ。なんか取りましたね。馬車の扉ってアイテム？
盾だ。あー、スピード、不要、必要か、必要、大盾みたいな感じかな。大盾っぽい感じがしますね、これ。あ、ステータスが低いんだって。なんだ。うわぁ、腕力が25も必要だし、筋力盾だね。やっぱ大盾ですね、これね、完全に。ガツン。おぉ、すごいな、これ。こっちはいけないね。はい、いかないですよ。あ、こっちは。いやー無理だね。どうなってるんでしょうか。こっちも行けないか。ちょっとエレベーター乗ってみるか、一応な。個室内入っちゃうもんね、多分ね。ちょ、エレベーター乗りますよ。なんか見たことあるな、ここな。思い出されるのを試すゲームデザインがいい。ん？これなんか見たことあるぞ。あ、あれ？いや、違うな。伝統の手足、来たことないのかな。ん？ノスタルガイアを思い出す。出た出た。どこだ？ああ、やっぱり。ああ、なんかまあ多分来たことあるね、ここね。はい。村に続いたからね。伝統の像があるとこ、伝統の像があるとこだね。伝統の像。まあ、とりあえずこの城みたいなとこ入っていくか。なんかいるな。ペチャペチャ音するぞ。これなんだ、蜘蛛人間か。いや、違う。普通に人だ。おいおいおい、オッケーオッケー。なんで NPC が NPC を食べてんだ。そういう役なの。はいはい。まあまあまあ、強いね。うん。小気味よく戦えるのは強いかもしれないですね。うん。連続攻撃に長けてる感じだもんね。ややスタミナ不足かもしれないけど。来いよ。あ、その剣強そうだな。いいね。なんか食らった。はいはいはい。連続で倒せるから、まあ連続攻撃が決まれば、まあ余裕で倒せるって感じ。こういうのがめんどくさい。戦技がね、ついてないんですよ、これ。うわー飢えたノスタルガイア。あ、なんだなんだなんだ。ああやって強化されるのか、食べられると。やばい。強いぞ、これ、絶対。届かない。まずい。まず、ちょ、一回出ていい？ちょ、怖いから。一回出るわ。ちょ、待って、1対1に持ち込みたいが、これはさすがに無理か。いける。うわー。食べられちゃった。もう一体強くなっちゃった。一応、待ってくれてはいたが。やべえ！強え、その剣！何それ？もうパワーで押し切っていくわ。こうなったら。パワーで押し切っていく、これは。強え！強えな、これ！普通2発なんだけど。シンプルに強いわ。ちょっとね、そろそろ喉がね、ちょっと限界が来る。申し訳ないですけど、本当に。皆さんね、体調管理気をつけてくださいね。本当に、ちょっとね、限界が迫ってきてますね。はい。突っ張りがやばい。もうなんか、自分の喉じゃない感じになってますね。吸ってくるから、ここは一撃で。あー、絶対吸われるんだな。なるほどな。ここは超えていく。はいはいはい。あれ？なんで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 ？もう吸ったことになってんだけど。いやー、届かない。きついな。はい！ OK。しっかりしっかり。ここは、いやー、なんで？それ吸える普通。ちょっと待って待って、一回出よう、一回出よう。一回出て回復して、ここ回復していく。はい。一人扉に引っかかってるから、チャンス。引っかからないと。はい。オッケーオッケー。いやいやいや、それさ、なんなんそれ。もう吸ったじゃん。よし、失望した。一人失望した。マジ、普通に強いんだけど、こいつ。しかもなんか、あの黄金の騎士みたいな、なんだ、あいつ。黙れ。あれ。ちょ待て。こいつ NPC の敵じゃないだろうな、普通にな。まずいぞ。喉が限界が来てる。とりあえずこいつ倒す。はい。危ない。ここでやっていきたい。はい。オッケーオッケーオッケー。黄金の騎士へ。1対1タイマー。こいつはなんだ、普通のモブなのか。なんとか倒したいね、こいつね。な、それ。あ、強い。強くない？普通に。この武器でこんだけダメージが与えられないってなかなかなんだけど。危ない。危ない。はい。バックスタブ。致命。オッケーオッケーオッケー。消えるから怖いな。とりあえず、かがり火的なところまで行きたいんだけど。なんとかして、この濃度で俺は限界を超える。頑張る。マジで、乾燥から始まって一気に来たんですよ、これ。今日の一日で。これなんだこれ。ひびが入ってるぞ。前方に重い武器。これ思い出すから。もしかして思い出すじゃないの。インベントリー来るんじゃない？来るか？いや、違うな。思い出すじゃないな。
防具でもない。なんだこれ、重い武器ってなんだ。何かありそうだよねこれね。メッセージも書いてあるし。とりあえずあの黄金の騎士を倒していきますか。もう一発ね。こいつなんかバックスタブ取りやすそうだから、なんとしても後ろ取って、シールドバッシュ今取れそうだったな。はい、オッケー、いいね。バックスタブ取ればなんとかなるな。はい、オッケー、潰していく。で、上にもなんかありそうだが、こっちはなんだ？とりあえず室内をクリアリングしてった方が良さそう？君には無理だ。開けられないってことね。まだその資格がないのか。おっと、いたいたいた。いたいたいた。はい。吸い取り虫、この野郎。オッケー。吸い取り虫を試していく。なんだ、穴を試すって。何かあるのかな？ここも。なんか多分あるんだよね、メッセージのところはね。今のところ俺のアイテムではなさそうですね。外出ちゃったな。ん？思いっきり外出てますね。これなんだ？前方に洞窟？絶対嘘だろ、これ。断崖絶壁、忍耐を試す。そしてこう、忍耐を試すって何なんだろう？たまにあるんだよね。何忍耐を試すって。英語にすると何なんだ？多分忍耐っていうのが英語なんだよな。英語で多分、諦めるな。関係ない。こっちかな？あ、なんか、救いようがないほど無様な冒険がしぶとく先へ進んだ。なんか今飛ばなかった？気のせい？鳥の敵か？やだよ、鳥の敵は。うわ、来た！なんだこれ。いやいやいや、そっち系多くね。ポキンポキンが多い！くぅ。あれ、もう一個道があったんだよな。ちょっと待って。あ、ここにかがり火があるのか。なるほどな。ちょっと待って、かがり火つける前にこっちちょっと見とく。これなんだ？またいたー！今日はよく会うー！